発色細胞種は、腫瘍組織型の一つで、副腎髄質や防腎形節から発生する、カテコールアミン酸性腫瘍。統計的理由から俗に10%病とも言い、症状から俗に 5H 病とも言う。副腎外の防腎形節から発生した腫瘍を、防腎形節種、またはパラガングリオーマと呼ぶことがある。副腎髄質や防腎形節に発生する、 カテコールアミン酸性腫瘍である。クロム神和性細胞から発生する。良性と悪性が存在し良性の予後は良好だが、悪性の早期診断法と有効な治療法の確立が必要な難治性、疾患である。副腎を摘出しても副腎外で何度も再発することがある。二次性高血圧の一つ。腫瘍細胞でカテコールアミンが酸性され過剰になることで、 各種症状が発症する。家族内発症では、レッドガン遺伝子や VHL ガン抑制遺伝子に突然変異が見られるものがある。枯発性の褐色細胞種においても、細菌遺伝子異常が報告されている。特に悪性褐色細胞種においては、効率に SDHB 遺伝子の変異が認められる。それ以外の症例は原因不明である。 早期診断早期治療がなされれば根治が見込める。治療が遅れると悪性高血圧を停止、各種合併症が生じる、可能性がある。ありがとうございます。